日本野球の歴史上最も興奮した大会といっても過言ではない第5回ワールドベースボールクラシック。特に準決勝のメキシコ戦は MLB 公式が選んだ歴代ナンバーワンの試合に選ばれるなど歴史的な試合となりました。この試合に対してアメリカメディアは、点を取られたら取り返す、実力が拮抗する一進一退の攻防を繰り広げていた。この試合の全てが心躍らせる素晴らしいものだった。特に日本の先発である佐々木は、先発であるにもかかわらずほとんどのストレートが160キロを超え、フォークは打者の目の前で消えるほどの落差をしていた。その完璧な投球のわずかな失投を見逃さずにスタンドに運んだメキシコの攻撃もさすがだった。他にもアロサレーナのホームランキャッチ、吉田の同点ホームラン、そして不調だった村上のサヨナラタイムリーなど名場面が詰まった試合だった。もちろん忘れてはいけないのは大谷の活躍だ。最終回での執念のツーベースヒットは彼の存在価値をさらに高めることになったはずだと称えました。またこの試合メキシコの先発として立ちはだかったのが、大谷のエンゼルスの同僚であるサンドバル。立ち上がりからストレート変化球ともにキレキレで、コントロールも寸分の狂いのない完璧な状態でした。試合前に栗山監督が大谷にサンドバルの攻略法はないかと尋ねたところ、そんな簡単に打てる投手ではないですよ、状態が良かったら点を取るのは厳しいと思いますと語った通り、サンドバルは日本の打者たちを手玉に取っていきました。そんなサンドバルは試合後に侍ジャパンに対して次のように話しました。私はこれまで長年野球をやってきたが、ここまで緊張感のある環境でピッチングしたことはない。今日は人生で最も素晴らしい経験ができて本当に良かったし、この経験はきっとシーズンでも生きてくるだろう。日本の素晴らしい選手に通用するなら私は誰にでも通用するだろうと自信になった。今まで以上にストライクを投げて打者を抑えることができるだろう。さらに左打者が得意なサンドバルに対し6人もの左打者を並べたことに対しては、自分が持っているスライダーを使えば左打者にはきっと打たれないと信じていたし、今日はチェンジアップもコントロールも良かったからしっかり投球の組み立てができていた。その結果抑えられたのはとても良かった。唯一悔やむとしたら源田に出した四球くらいかな。彼はとても素晴らしい選手だった。どんなボールを投げてもファウルで粘られて結構なフラストレーションだったよ。最後は三振に仕留めようと渾身のスライダーを投げたが浮いてしまって、結果的にフォアボールを出して僕はマウンドを降りることになったが、とても気持ちの入ったいい対戦だったよ。印象に残ったバッターとして源田選手を語ったサンドバル。試合には負けてしまいましたが、日本のファンにサンドバルというメジャーリーガーの凄さを印象付ける試合となったのでした。また次回の WBC に参戦するか問われたサンドバルは、もちろん呼ばれたら絶対に戻ってきたいと思っている。私はアメリカで生まれたが父がメキシコ人であるため今回メキシコで参加した。正直アメリカから招集されなかったことに最初は怒りを感じたが、チームに合流してその気持ちはすぐになくなった。なぜならチーム全員が世界一という目標に向かって同じ方向に走り出していたからだ。結果的には負けてしまったが本当に僅差の試合だったし、僕らの実力は見せられたと思っているよと3年後の WBC への意欲を見せていました。この準決勝に対してメキシコのファンは、今まで見てきた野球で一番楽しかったしエキサイティングした、あの佐々木という投手は何者なんだ。正直試合前は日本の圧勝かと心配していたが、試合が始まってサンドバルのピッチングを見た瞬間勝てると確信したよ。最終的には負けたけど勝ちと遜色ない負けだったと思う。大会前はそこまで注目してなかったけど、アメリカを倒してプエルトリコも倒したところで優勝できるかもと思った。日本はとても強かったし負けたのは残念だけど、 WBC の新たな歴史にメキシコが刻まれたのはとても誇らしい気持ちになった。メキシコのファンも今回の WBC で野球の楽しさを再確認した大会となったようでした。またメキシコ監督のベンジー・ギル監督は先発登板して衝撃のピッチングを見せた佐々木朗希に対して、とてつもない才能を目撃した、僕もそうだが野球ファンだったら全員が MLB で投げることを望んでいるよ、きっと彼は大スターになるだろうねと日本の若武者に最大限の賛辞を送るとともに、改めて佐々木朗希という才能の凄さを実感しました。